はいどうも皆さんこんにちは、ななゆうです。本日も数学の問題を解説していきたいと思います。題材は機能法です。大学への数学1対1との対応数 B の、例題の16です。それでは見ていきましょう。括弧が正である数列 AN が A1 たす A2 たす AN の2乗イコール A1 の3乗たす AN の3乗を満たすとき一般項を求めようと。諸項すら書いてないですね。で諸項も出てくるってことなんでしょう。N が1のとき、これこの式は N が1以上で全て成り立つというそういう全化式ですね。なので A1 だったら A1 の2乗は、A1 の3乗になるということで、A は正ですから、括弧が正であるので A の2乗で割って A1 イコール1って出てきますよね。だから、諸項は1です。こんな感じで、じゃあ次2の場合を書いてみてっつって、1たす A2 の2乗イコール、1たす A2 の3乗でこれ解いて A2 が2って出てきます。こんなような調子で、AN が N っていうのが推測できるんですけど、そういう問題になってるんですね。だから、タイトルで機能法って書きました。で、もともとその機能法で解く問題になってるんですね、この問題。ただ、この全化式はちょっと線形ではないので、もうなんかほとんど解くの無理かなっていうふうに思ってしまいますけれども、実はこれうまく解けるんですね。AN イコール N っていうふうに、推定して機能法を使うのがあまり何も考えなくてもいいので、それが一番いいと思いますけどね。それが一番いいと思いますけど、一応解くこともできるんだっていうことの紹介をしたいと思います。で、解法1として、SN イコール A1 たす A2 たす…の AN と。と置く。そうするとこれ SN の2乗が H の3乗たす…の AN の3乗という式ができます。で N のところに N たす1を代入すると SN たす1の2乗が H の3乗たす…の AN の3乗たす AN たす1の3乗という式ができます。でこれ下から上を引き算すると SN たす1の2乗引く SN の2乗が残ったものは AN たす1の3乗ですよね。なのでこれ因数分解するとこうなるんですけれども、 SN プラス1マイナス SN ってこれって AN じゃないですか。AN たす1じゃないですか。だから1個割ることできるんですね。これとこれ1個割って2乗になります。なので SN たす1マイ、プラス SN。これが AN たす1の2乗になると。という式ができるんですね。まずね。で、1個ずらした式をもう1個書いて、もう1回引き算をします。SN たす SN マイナス1イコール AN の2乗ですね。で、これを引き算をすると、そうすると SN たす1マイナス SN マイナス1イコール AN たす1の2乗マイナス AN の2乗となって、これは AN たす1たす AN ですよね。残ったものが2つですよね。でこちら側は、因数分解できてこうなるので、で今は括弧が正だっつってるので、同じもので割り算をすると結局1イコール AN たす1
マイナス an というのが出てきて、まあ、よく知られている全化式ですね。まあ、等差数列型で初項が1ということで an イコール n というのが出てきます。これが答えです。まあ、だから組み合わせて解けるんですね。まあ、こういうふうにうまく解けるっていうのは結構珍しいタイプです。これはまあ、あの昔からよく知られている問題で、まあ、あの線形な方程式じゃなくて、解ける、まあ、珍しいタイプなんですね。まあ、あの線形でないと基本的に解けないと思ってていいと思います。あの線形というのは、AN についての二次式だったり三次式だったりするものですね。 AN たす1と AN についての一次式になっているものとか、まあ、二項間とか三項間でも線形、方程式というのは解法が知られているんですけども、基本的にその、線形じゃないものに関しては一般解法はないです。ないのでこのようにうまくこう変形して解く以外ないですね。まあ、微分方程式と同じですね。微分方程式も解法が知られているものに関しては解けるけれども、線形でないとほとんど解けないですよね。まあ、そんなのがその全化式でも同じことが言えるわけです。はい。で、まあ、これ一つの解法ですね。で、これで終わらずにまだうまい解法があります、もう一つ紹介したいと思います。解2ですね。ちょっと書き並べてみますと、条件式をこう書いてみると、an の2乗が a1 の3乗足す a2 の3乗足す点点点の an の3乗で n が1乗ですね。で、じゃあ n 足す1までの時を書いてみると、ここが n 足す1になって a1 の3乗足す点点点の、足す n 足す1の3乗。じゃあ an 足す2の時を考えると、これ an 足す2の、2乗イコール a1 の3乗足す点点点の an 足す2の3乗という式ができますね。で、どこに着目するかっていうと、まあここなんですね。ここに着目して、x の方程式、 x の3次方程式というものを考えます。a1 足す、まあ、a2 足す点点点の an 足す1足す、このオレンジのところを x に変えた関数ですね、イコール、a1 の3乗足す点点点のan 足す1の3乗足す x の3乗です。まあ、このオレンジのここオレンジのところ両方ね、 an 足す2のところを、まあ、x に変えた式ですね。これ3次方程式ですよね。で、この3次方程式の、解について考えると、この方程式は解 x イコール、まずこの最後の式、この an 足す2は代入して成立するんだから、これ解に持ってますよね。それから、0も解に持ってる。0を入れると何ができるかっていうと、2番目の式ができます。0を入れるとこの式ができるんですよ。0入るってことは、ここに0が入るってことでしょ。ってことは、1つ前までのところにまでで止まるってことなので、要するに2番目の式ができるわけです。で、さらに、マイナスの an 足す1っていうのを入れると、これは今度これができるんですよ。最初の式ができるわけです。なんでかっていうと、一つ前のところとこれが消えて、これとこれも3乗だから、これが消えて、だからここのまでの an までの式ができるわけです。なので、これが解に持つっていうことが、この式がまあ2番目の式で、この式が2番目の式で、これが3番目の式を生成してるってことなのね。で、まあそれに、まあ普通は気づかないと思うんですけど、分かりますよね。でもそれはね、
こんなのまあ気がつく人の方が珍しいわけで、普通は気がつかないと思います。なので鑑賞していただければと思います。で、まあ要するにこの解、3つ解を持つってことなので、解と係数の関係によってx の2乗の係数を見ていただくと、 x の2乗の係数ってマイナス1なんですよ。 x の2乗はここで出てくるものだけなので、 x の2乗の係数はマイナス1ですね。移項すればマイナス1ですよね。ということは3つの解を足したものは、これ足すこれ足すマイナスの an 足す1はマイナス1、マイナスマイナス1で1になるってことです。解と係数の関係によって。ってことで an 足す2は an 足す1足す1という式ができると、まあ、これ n が1以上の式なので2から始まってるので、2まで出さないといけないですけどね。でもまあ a2 が2ということを出して a1 は1って分かってますので、結局 an イコール n とということが一般に言えるということになります。まあこれはちょっと試験でひねくり出せるような解法ではないので、まあこういう解き方があるんだっていう、こう鑑賞用ですね。まさにそういう問題だと思いますけれども、まあ見ていただいて、まあ味わっていただければと思います。はい、という、まあ、前科式の問題で、この回答って全く載ってないんですよね。機能法が主眼になっているので当然載せないんですけれども、まあ多分書くスペースがないんですかね。回2じゃなくても回1ぐらいは載せてもいいかなっていう気もしますけれどもね。はい、1対1のレベルを超えてるような気がしますけれども、うん、まあこういう方法もあるんだということをお伝えしたかっただけです。はい、以上です。お疲れ様でした。